まあ、ジュビロの伊藤監督はアウェーで王者川崎から勝ち点1を取れた、これは本当に自信になりますよと、そんなコメントを残しておりました。ゲームメーカーのそして野津田、裏を取った森島、さあ深さを取って森島、中ベンカリファ、森島のマイナスのクロス、うん、松本ナイスキーパー三浦、いい攻撃いい守備、ね、しっかりと、はい、まあ、こういった形で塩谷選手から背後に、ね、1本出ましたけど、まあ、ここの、ね、マイナスの、まあ、かなり、ね、こう速いスピードのあるマイナスのセットプレーは右であればその三田、左は野津田、三田でいきます。ゴールに向かうボールが入ってきた、荒木、三田荒木アカデミーコンビで仕上げました。サンフレッチェ広島先制、セットプレーからドンピシャ荒木隼人、まあ、ファーサイドでねしっかりと荒木選手も、まあ、ゴールねねじ込みましたから、まあ、ゴールキーパーがなかなかこう出にくいところに、まあ、水田選手がね素晴らしいボールを蹴りましたよね。点も取ればアシストもします。39番野津田、ゴールに向かうボール、うん、いやー佐々木翔、野津田のボールニアでコースを変えました。佐々木翔今日セットプレーで2発、今季の広島はこれがあります。飛び道具2対0、まあ、先にねこうニアサイドにポジション取って佐々木選手入ってきてますから、まあここはなかなかジュビロとしてはね防ぎようのない、まあ、失点に、ね、なってしまいましたよね。野津田の鋭いボール、まあ、先ほどもね塩谷選手から佐々木選手の、まあ、ボールスピードですよね、まあ、ストレートのブランダの、ね、あのパスを、おっと入れ替わって森島、一瞬の隙を仕留めました。背番号10森島司、大きな大きな追加点、3対0広島です。森島選手が少しプレッシャーをかけて、この長いボールに対して塩谷選手が、まあ、クリアしたんですけど、まあ、ここでね少しジュビロの選手の足が止まってましたよね。森島選手も落ち着いて、9節の広島戦でも点を取っていますこの人鈴木、空いた反転、杉本健雄、うん、おっと来たぞ鈴木のシュート、ニアを抜こうというフィニッシュ、まあ、ニアを、ね、狙ったと思いますけど、ファーに、まあ、シュートが打てれば面白かったですよね。少し角度が難しかったと思いますけど、目安の4分経過、ここで試合終了の笛です。サンフレッチェ広島対ジュビロ磐田、3対0広島。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.